孫一、華麗に決めるぜ。悪党はお好きかね。毛利本体の到着にはまだ時間がかかります。織田の主力がいないのは救いです。本体を待つまでもね。敵も手薄なら今のうちにぶちかわしてやるぜ。我らが寄せ集めの軍であることは事実。塔を多く撃たれればたやすく崩れかねません。戦況を有利にしてくれるでしょう。急げ。敵将撃ち抜いたぜ。雑賀衆は無敵の鉄砲傭兵だからな。おしゅうしゃよかろう。おさま最速がいいようですね。このまま進めば言うことなしです。はいどう戦場中央の連中の度肝を抜いてやるぜ。主力が来る前に奴らを孤立させてやれ。敵の動きが早いのじゃ。もうちょっと待ってほしいのじゃ。行くぜ。で、色男が勝つってわけじゃ。俺らと小早川との強撃連携、止められるもんなら止めてみない。戦力を分散している対応らしくないですね。これは時間を稼がれている。見てな。で、色男が勝つってわけです。抑えたぜ。雑賀衆は無敵の鉄砲傭兵だからな。急げ。撃ち取ったり。なるわけではなかったか。やられた諸君、言いたかったかね。覚悟はとうにできておる。前で敵将討ち取ったり。南は抑えました。あらら、思ったより早かったね。致し方あるまい。やることは変わらん。カイドン。このまま敵総大将を撃ち、そううまくいけばいいのですが。ご愁傷様。撤退する。お主あんたかっこいいぜ。よかろう。さて仕事だ。敵将討ち取ったり。また持てしまうな。ちょっとあっさりしすぎじゃねえか。おっしゃる通りです。皆さんいつでも動けるように準備を。敵将撃ち抜いたぜ。天に立てつき世を乱す火種消そう。終わりませんか。勝利条件変更。一体どこから撃って。我ながらいい仕事をしたと思うぜ。けどもう二度とできる気はしねえな。信玄はすでにない。長政もおらぬ。それでもなお抗ってにせよ。敵将討ち取ったり。勝つってわけです。また持ってしまうな。総理本体と合流できんかったら名古一も飽きはい見てな。舐めてくれるじゃろ。秀吉殿の本意はどうあれ本体の到着を邪魔させるわけにはいきません。なんで出てきやがった。よかろう。さて仕事だ。お前様だけに背負わせはしないよ。さあみんなラゴイチを止めるよ。やめるんじゃ。すまねえな秀吉。俺はもう止まれねえんだ。反撃ののろしを上げるとしましょうか。敵の注意をそらせましたね。この機に反撃と参りましょう。時間もねえ。信長への道切り開いてやる。見てな。開門。さて仕事だ。危ないな。茶番は終わりだ。悪いな、口挟まないでくれるか。日没に救われたからだが、夜が明ければまた砲撃が始まる。ええ、ですから明け方までが勝負です。夜のうちに決着をつけましょう。ばかりに最後の日見せてみよ。さて、そろそろ信長の運命を奪いに参ろうか。敵将討ち取ったり。あらがえ、信長を殺してみよ。逃がすか信長、ここで必ずお前を。ここまでです。双方軍を引く頃合いでしょう。畜生、品が入っております。お目が高い。